タウアイカウタートゥ順将はトンガ王国軍の軍人大使。2000年から2014年まで同国軍司令官を務め上げて退役。2015年により在中華人民共和国大使。トンガ陸軍巡将の階級賞。同軍で最上級の階級で3つ星。ウタートゥはトンガ王国親衛隊後長として軍歴を始めた。大佐に昇進すると、 親衛隊の地上軍としての役割を強めることを提唱した。彼はソロモン諸島における平和維持活動に従軍したが、この作戦には海軍も参加している。ウタートゥは優れた組織人であることを示し、彼の指揮下でトンガ軍は質量ともに顕著に成長した。トンガ国軍を代表するウタートゥの階級を上げるために、彼は 国王の命令で三つ星の順序に昇進した。2000年3月31日から2014年12月21日にかけてトンガ防衛局及びトンガ王国軍の司令官を務めた。2015年4月14日に北京市の人民大会堂で習近平国家主席に新任状を法定して事後、在中華人民共和国大使を務めている。 彼はクリスティン・エム・ウタートゥと結婚しており、4人の子供がいる。ありがとうございます。